田辺敏彦は、ジャズサックスプレイヤー。福岡県小倉市出身。1981年、自己グループ、ナシカ結成。ヤマハイルモーション、九州大会グランプリ、及び、ライトミュージックコンテスト全国大会優秀賞受賞。1993年、マリンメッセ福岡において、スティービー・ワンダーと共演。リボン・イン・ザ・スカイでは、 彼のハーモニカとアルトサックスでバトル合戦を演じた。1996年、岩崎大輔グループの一員として、アンリ・スガノとブルーノート福岡に出演。1998年、初リーダーアルバム、イン・エ m ミストを、岩崎大輔とのデュオでリリース。2000年、響きホールにおいて、湯山小作曲の、マリンバとサックスのためのデーベルテイメントを、島田明子と共演。 2002年、NBA 北九州支部開催、ヒーリングナイト出演。北九州市主催、クリスマスジャズナイトインメディアドームにて2003年、マリーン、地下シンガー等と2004年、ケイコリー、吉田二郎等、2005年、村田洋一らと共演。2004年、第19回国民文化祭の大型ジャズフェスタでは、福岡を代表するプレイヤーと共に飛び埋め、オールスターズを結成。 九州を代表するテナーサックス奏者として県内外で活躍中。ありがとうございます。